皆さんこんにちは、ひろげです。今回動画のタイトルの通りなんですけど、令和5年度の2級建築士の製図試験の結果発表についてお話しします。この動画を撮影しているのは12月の7日。この日は2級建築士の製図試験の合格発表の日になっております。まあ、率直に申し上げますと、今回の製図試験の合格率はなんと 49.9% でした。製図試験の合格パーセントって大抵 50% 台なんですけど、今回は去年よりかは 4% ほど悪かったです。ちなみに2級建築士の製図試験のことについてわからない人は今回の動画では省略させていただきます。では発表いたします。私ひろげ、令和5年度2級建築士製図試験に合格しました。よっしゃー、やったよ。ほんとほんまにもうすいません、ちょっと、いやもうほん本当に良かったです。もうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで改めまして、私ひろげ、令和5年度2級建築士の製図試験に合格しました。はい、ということで、もうめちゃくちゃ嬉しい。これちょっと2回目言ってるんですけど、もうそれぐらい嬉しかったと思えば、2020年から始まって学科試験で落ちて、その翌年は学科試験で1点足らずで落ちて、で前年ではようやく学科受かったんですけど製図試験が落ちて、で今年は製図からの受験だったということもあって、すごい勉強しやすかったです。で、あの本試験の結果なんですけど、まあちょっとツイッターの方でお知らせした通り、ちょっと不安かなって思ってたんですけど、まあ資格学校の先生とかが結構できてる方だねみたいな感じで言ったりとか、ハイト速攻のプランとほとんど似てるよって言われたので、まあ、ちょっと安心しました。ですけど、まあ、ちょっと自分でも、あ、ここ間違えたなって思ったところがあったんですけど、今日の発表を聞いてめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、ということで皆さん、私ひろげを応援してくれてありがとうございます。多分自分が生きてきた人生の中で一番嬉しいと思います。あの、ちなみに来年は1級建築士を受験することが決まっておりますので、動画投稿につきましては多分減っちゃうかなって思うんですけど、まあ、気長にのんびりとやっていこうかなって思っております。あの、まあ、ちょっと最近動画とかいろいろ出せれなかったり、メンバー限定の投稿とか動画全然出してないんですけど、来年はちょっといろいろ大変になるかなって思うんですけど、まあ、とりあえず頑張っていこうと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。